おはようございます。皆様どうもおはようございます。久保塚さぬきです。よろしくね。今回は店員さんだね。このステージはね、本当に難しかった。覚えてる？これ撮ったのね、2ヶ月ぐらい前のような気がするんだけど、まだ覚えてるよ。俺はここでね、だいぶ寿命を減らしたっていう、そういう記憶だけは残ってる。超難しかったんだよ。このステージ苦手だわ、ガッピ。ということで、店員さんのご武器はどうやって取るのかと言いますと、ステージは、ガッピの戦い。敵軍シナリオ、曹操軍シナリオで。条件はね、まず対指示死亡イベントを発生させると。これ一つ。で、その後にリクソンと、まあ、援軍で登場するカンネを、撃破すると、木箱が出現するっていう、まあちょっとめんどくさい感じだね。まあまあ、まずスタートして、この対指示死亡イベントを発生させないといけないと。で、どうするかというと、多分だけど、細かいことよくわかんないんだけど、こっちの自軍の長領と、対指示を接敵させればいいと思うんですけど、これがね、まず大変。普通難易度とか、まあ、難しいモードでもそうかな、だと、まあ、ほっといたら勝手に死ぬのよ、対指示が。でもこの最強モードでやると、まず自分から近づかないと対指示って基本あっから動かないのよね。で、どんどん長領というか、まあ曹操軍、長領は曹操配下だから曹操軍は押されていくわけよ。ってなると、どんどん対指示と長領との距離が広がっていって、対指示死亡イベントが発生しないっていう。これね、8回ぐらいやり直したんだけど、最初の3回か4回ぐらいはまず対死死死亡イベントが1回も発生しなかったから、まずそっからなのよ。はぁ？と思いながら、まずここを自分で動かさないといけないと。で、1回呼ぶと、まあほぼほぼ発生するかなと。まあ、それでもちょっとこっちの長領の位置でもよるから何とも言えないんだけど、あんま構ってるともその間味方がどんどん死んじゃってめんどくさいことになるから、まずは一旦対死死を引き継ぎ、ああ、これだね、発生したね。そう、一回引きつけると、まあこうやって大体は発生してくれる。で、いずれにしてもこれで一つ相手の大きな士気の塊を減らすことができるから、まずはこれで、これが一つ、まずここまでで結構めんどくさい。で、今周隊倒してたけど、まあまずは周隊を倒しに行ってる。で、この中央のこのエリアをなんとかしないと、結局チンタラしてると、この南から来るのと、あと東から来るの、ほんでこの中央から来るのとで、3方向から本陣がやられちゃうから、まあめんどくせえっていう話を。だからとりあえず周隊だけで倒しておこうって話なんだけど、またここで厄介なのが、まあ、ここ敵が多いのと、弓兵がね、めちゃめちゃ多いの。弓ダメージがもう尋常じゃなく高いっていう。で、これ多分弓防御つけたと思うんだけど、最初つけずに行ったのよ。びっくりするよ。あの5発ぐらいで死んだからね。びっくりしたもん。5発で死ぬ、そんなリアルにやるゲームじゃねえからね。一体多数無双するっていう、このフィクション満開のゲームなので、弓5発で死ぬっていう、そこだけリアル路線っていう。このチャージ位置がゴミすぎて割り込まれるっていう。というよりもひたすらこの短い無双ゲージと無双増加量アップを生かして、この新無双乱暴をとりあえず叩き込むという、それだけ。一戦ごとにこの疲弊しきってるっていうね。でね、このマップのまた うざいところが、あの敵のね、総大将の孫権の後ろに、あのあいつがいるのよ。なんだっけ名前、ロショックやったっけ。それがいるのよね。で、そいつの兵もこの中央のラインに来てるから、で、士気がね、8ぐらいあるのよ、7か8か。あ、これやばいでしょ。これもうこういうことされると、これ食らってたら死んでたからね、もう今。で、そいつの軍も来てるから、ちょっとちょっかい出しとかないと、もうすぐやられちゃうっていう。もう常にこの死にかかってる、死にかけの戦いを。逃げて、溜めて、撃つっていう、もうただそれだけ。ちょっと逃げて丸撃つという、そういう作業。で、この主戦の親玉、なんか、あの手負か手いくか忘れたけど、こいつもね、こいつ最初真ん中にいるのよ。だけど、チンタラしてると、あの右上のあのリクソンの方に逃げていくんだよね。というと、リクソンと2人で戦わないといけないから、めんどくさいって、こいつも早めに捕まえないといけないのよ。
この弓がまたやべえのよ。これ弓防御つけてるからまだ生きてるけど、あれなかったら大変だからね。これが超むずいのよ。で次に肉まんの位置を確認しながら、あ違うな、こいつこれ違うやつか、関東とかいうのが出てきてんな。これなんだこいつ、こんなやつ知らねえぞ。あいっぱい混ざってんだ。あでもいるな、一匹一匹。あこいつ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 だ、こいつしばかないといけないという。まあ大変よ、弓がどっから知らないけど画面外から撃ってくるからさ。弓は画面外っていうのはよ、こっちの方の視認できてないところからね、的確なエイムを見せてくるから、もうどうしようもねえんだよ。要はどうしようもないの。もう早速右上死んでるからね。右上、まあでも右上はまあいいかなと思う。ただこれの1個まあいいところは、確か天意が早々配下だから、まあ天意がこう敵を倒していくと自然と早々の士気は上がっていくわけよ。だからまあ敵がこう早々本陣に攻めてきても、うん、まあまあ早々やられることはないかなという。逆にまあそこには一応味方もいるから少ないけれど、そこで共闘して敵をまあ倒すことはできるというメリットはあるんだけど、ただそうなると、うん、ちょっと厄介なのがあれなのよ、時間経過であいつが来るの。カンネがね、援軍で来るんだけど、カンネが増援として来ると敵のね孫権がこっちに突っ込んでくるのよ。全軍前進だみたいな感じ でこのゲーム実は敵の総大将を倒すだけじゃなくて、もう一個負けの条件があって、それが敵孫権が曹操本陣に侵入したら負けっていうのがあるのよ。そこチンタラしてるとね、普通に侵入されちゃうのよ。その頃にはもう何、この中央の陣も全部取られて、敵の進行を食い止めてくれる他の武将がいないから、ノンストップでこっちに来て速攻で終わるっていう。これも何回もやられたの。だから要はどういうことかっていうと、もうすげえめんどくせえっていう、本当に疲れた、そういうことは言いたかった。だってこれね、手に向いてないんだよ。こうトレーしさ、範囲狭いしさ、で何その動きも、とりあえずこの衝撃が遅いから火力はあるんだけど、まず怠慢になかなか持っていけないっていう。ああこれなんかリクソン倒しに行くね。真ん中のやつはぶっ飛ばしたのかな。うん、このほんでジョコウとかもね、ああもうジョコウもやばそうだなこれ。ジョコウとかも、まあ、相手の式があのランダムなんで、初期式っていうのがで、こっちの式もランダムなのかな、確かランダムな部分が何個かあるから、そこで嫌な組み合わせを引くとね、ああこれこれロシュクとこう、あーこのもう中央で戦ってるでしょ。これなるともう終わりよ、シギ7か8で叩き込まれるから。でここリクソンもね、初期位置だと橋の手前にいてくれるから、あんまりこの敵の弓兵に襲われずに済むんだけど、もう進行しちゃうとあの右上のエリアの真ん中まで行っちゃうから、敵のこの弓兵の中をかっきっていかないといけないという、こういう非常にめんどくさいことになってしまうという、今も全てのめんどくささが集まってるこの画面に今年は来てしまう。ショッタ、あなたに買わせません、残念ながら買わせませんでした。非常に強いのよあなた、もう来ないでくれ。これ肉まん取りに行ってんね。この無双2はあの拠点の近くには必ず肉まんがあるんで、まあ、これ覚えておくとちょっと安心という。でまあこのまま流れでとりあえずリクソンを倒しちゃおうという感じかな。なんとかゴリ押しで、まあ無双ランム、新無双ランムが強いんで、このゲームは2は3と違ってゴミになったんだけど、2強いからとりあえず離れて撃つという。でこれね、このね、たこ弓で邪魔されるんだよ。テイの場合は背後から切ったら通常5で止めると永久に相手を切り殺すことができるんだけど、こうやって弓で遮断されるという。鼻水が出てくるわ、鼻水が。とりあえず無双が溜まったら縛くという。天意は絶対無双ゲージ上げない方がいいね、上げる方がしんどいわ。あの敵を一掃できるキャラだからね、簡単に無双ゲージが溜まっていいんだけど、多少上げても一掃できないから、こいつはもうバカだから。腕ね、鍛えすぎなのよ腕を。もうちょっと腕細くした方がいい。動ける筋肉も、これ見た今の、タンタタン、
タンタタンみたいな、後ろから弓でタンタタン、大変なことになって、ほんでこうグジリクソン倒したんだけど、この左下の漁網部隊がもう皆殺しにしたから北上してくるわけ。これをね、まあどうするかなのよ。一応あそこには上には巨長がいるから、まあ巨長がね、あまあ、あまだカコートン生きてんのか。でももう死にます、もう彼死にます、士気1だし。ロシクがね、もうほんとあそこにいるのね、邪魔なのよ。まあ上手い人なら多分そこで裏回って倒しに行ってると思う、その方がいいと思う。この辺にも確かに肉眼があるのよ。このクランクのとこ、あれこれもまあいただこうとさ、いつだったかな、あフルなのかこれ、めっちゃいいじゃん。そうんでこれ何をしてんのかな、中央に戻りたいのかな、もう覚えてねえや。今11分10分ぐらいかな、多分15分ぐらいになると確かカンネが出る。あジョコ死んだね、ジョコ死にましたね。ジョコの方行くね。そうカンネが出てくるから、そうカンネと有利に戦える状況を作っておかないといけないのよ。でこっちじゃない、もう一個ね、中央に繋がる陣のもう一個の方のルートに出てくるから、そこはね確保しておかないと、もう敵が入り乱れてカンネどころではなくなるという。でカンネって、まあ、めちゃめちゃ強いから武装ランディが、で通常攻撃もなかなか素早い動きで切ってくるからね、もうほんとどうしようもないのよ。どうしようもないプラスまたね弓兵連れてくんのよ。もう弓兵もその土兵の方ね、めちゃくちゃ強いの。これがねまずい、カンネを急いで倒さないと最終ってみたいにその孫権に進軍されて負けちゃうっていう、えぐいことしてくるわ。このステージほんとえぐい、なんか初めてかもしれない、俺このゲームを本格的に難しいと思ったの初めてかもしれない。なんだかんだ言ったって遊びだからさ、まあ鼻ほじほじしながらやるわけじゃない、まあ難しいねポジみたいな、そんなんじゃクリアできない、非常に大変。こういうやつを倒しておかないと、こいつもロシクの軍団の一派だから、こいつを倒しておかないといけないんだよね。こいつ倒さないと絶対こいつにジョコとか倒されるから、もう孫権軍とか混ざってんのもうぜえんだよな、中央の陣に。この辺はね、本当は士気をね、下げていきたいんだけど、まあそんな余裕もないと。まあ曹操軍の士気はどんどん上がってくるから、今ほら、呂蒙の軍が上がってきたでしょ。まあでもあそこで多分巨長が止めてる。止めてるけど巨長はね、多分じき死ぬと思う。まだ HP の減る速度はそんなに遅くはないだろうけど、ほらもう下半分持ってかれてんじゃん、曹操軍の。で、ここまたいっぱいなんかいるんだよね、気持ち悪いのが。弓兵がとりあえず多い。ここで最初粘る感じかな、ちょっと。見てると。このライン上げられると、本当に、カンネ出てきた時にめんどくさいから、この橋の上ぐらいで止めておきたいと。その前に弓兵を倒しておきたいけど、弓兵を倒せてないですね。ダメですね、このプレイ。グダグダですね。なんで馬乗ったんですかね。あれと間違ったの、強撃と間違ったのかもしれない。強撃と間違ったかもしれないけど、強撃つけてない。強撃つけると弓で本当に3発ぐらいで殺されるから、弓で3発だよ、どうしようもないのよ。ここら辺もううざいんで、このいいタイミングまで切ってくるの、まさかの連打で勝つ。ここに来て私連打速度上がっております。僕まだまだ伸びしろ見せてる。孫権配下をもう中央に置くなと。危ない危ない、これもね反応がもう追いつけてない、ギリギリだよこれ。さあこれ殺しきれ、お殺しきった、いいね、殺しきりましたね。であと1匹いたら変なやつが、こいつだよこいつ、こいつをまあボコボコにして、でこういう、まあ、武将を倒すとまだラインの進行スピードはちょっと穏やかになるから、武将がいるとねもうゴリゴリラインを開けられちゃうわけよ。士気8の士気7か、士気7の武将がいると、まあ、結果から言うとね、これね呂蒙は結局に倒してないのよ。何回か倒すパターンもあったんだけど、まああそこで止めてくれるだろうという無理に
リスクを背負う必要ないなということで、まあ、あれほったらかしにしてます。あの左上の下から進行してきてる両方は、あれでも多分曹操も戦ってると思うよ、ここもうあの状態だと。まあまあ死にはしないでしょうと、死ななきゃいいのよ、死なやすよ、死なやす、死ななきゃやすい。ギルティギアでおなじみの、あれギルティギアだったよ、死ななきゃやすいんだけど、だから敵武将がどっか逃げてんだよ、ビビって逃げてんだよ。また後ろから弓が来てるだろ、大量に製造されてる弓が、過剰供給だよ、過剰供給求めてない、需要はそんなにないぞ、売れ残るぞ。なんていうの、半章でいいのこれ、漢字がわかんねんで、難しい漢字よ、ひらがな、これが強えんだよ、この無双マジ強い、やめてほしい。でも負けるっていう、危ねえ、またもう見えないっていうね、この木で見えないっていう、自然にも敵に、自然も敵になってるっていうね、このダメだ、森林は伐採しないといけない、大地すら俺に反抗してるわけだから。でなんか馬がね、なんか馬の色変わっちゃったんだよ、関鳥羽乗ってたはずなのに、なんか馬が白くなっちゃったっていう、あれと思いながら乗ってんだよね、この時漂白剤で、ここでリョモを借りに行こうかなって確かこの時は思ったのよ、思って相手に言ってるね。あれ俺リョモ倒したっけ、倒してない気がするな、あ倒してない、だからまだまだ、そうで、この戦闘のやつにちょっかい出しに行ったんだ。あのね、武将と武将がね、ぶつかるとね、ほんとすぐこっちの武将死んじゃうのよ。ぶつかってないうちはまだ耐えられる。なんだけど、配下武将の位置は、この2はマップでは確認できないから、3からできるようになったんだけど、軍団長しかね、確認できないからね、それよくわかんねえのよ、どこにいるのか。ここも弓がまた多いな。見てて吐き気がしてくるわ。虫みたいなもんで、害虫だよ、あいつら害虫。強いんだよ、倒しても倒してもどっかから出てくるからね。ほらえぐくない、なんでしておくんなしって感じよ。アイテムない、5個しかつけられないのよねこれ。でしかも全部共通だから、共有のアイテム欄を使用しちゃうから。来たねこれ、そうでこいつが来ると何があっても問答無用で、こいつをそこで倒さないといけない。もう孫権が進軍してくるからね、何回も言うとおり。でもこのイベントのせいで最後のとどめが打てないっていう、量も曲がってきてるの。これここどうしてたんだっけ、結局ちょっと戦ったのかな、いや戦わないな多分。これなんで突撃してくんの、じっとしといてよ。なんか馬にも乗れないさ、なんか馬の色も違うし、馬にも乗れないさ、困っちゃうけど、遅い足で行くしかないと、取って。で、まあ、カンネを倒しましょうと。なんかカンネの士気が低下してんじゃん、なんか知らないけど。何があったんが。頑張ってんな、総将。あいつ頑張ってんじゃねえか。ここなんだっけ、ここ肉も入ったっけ、あ、入ってんの。しょべえんだよ、一個なんだよ、お前。こんなガタイでかいんだから、一個で腹足りるわけねえだろっていう。そう、ここでね、味方が残ってると若干ヘイトが味方に向いてくれて助かるっていう。ここにいないとね、もうこの弓総攻撃よ、もう後ろから変なやつ絡まれるってさ、これうぜえんだよなこいつ、マジうぜえ。でもね、シンソラムだとなかなかこの弓兵を倒せないという。弓兵普通にね、そこら辺の武将ぐらいの体力あるから、こっからはもう勘ねえとうまくやるしかない。足が速いんだよなまたこいつ、こっちの足が遅いのもあるけど、すぐ追いつかれちゃう。かけっこ苦手なのよこっち、もう総将も死にかかってるな。どこ行ったと勘ねえが見当たらないって。よくね俺武将見失うのよ、武将見失うからまた適当に撃とうっていう。あ、ここだなと。当たんねっていうのも攻撃範囲の狭さよ。これ決まった。これ背後取った。また邪魔してくるっていうね。背後を取ったら邪魔してくる。いけないね。水差すんじゃないよっていう。タケタが逃げるとやばいっていうね。こいつマジで怖えんだけど。何が言って無双ライム撃たれるとやばいから、まずガードさせちゃダメなのよ。こっちの技を。で、
じゃあガードさせなかったらいいのかっていうと、いやそんなこともなく急に打ってくることもあるから、予告なしサプライズ無双乱舞もあるから、サプライズ無双乱舞も警戒しないといけないという、まあ、要はやばいって話よ。しかも無双乱舞来たら多分ね、あのねガードブレイクされるから、ブレイクされたままドドドンと引っ張られてターンヒットで死ぬっていうパターンも一回引いた。体力を満タン近くあったけど死んだぞ。あんた恐ろしいんだよこいつ。交通事故なんだよほんと、こいつ交通事故みたいなことし、おこれこれこれ危ないと、今見た、今の奇跡的にタイミングよくジャンプしてたから助かったけど、あの死んでたからで、これでカンネを倒すんだけど、今目の前に箱あったでしょ、あそこの横に箱が出てくるんだよ。でこれを速攻で取って尊厳が来る前に信号を止めなきゃいけないという、もう忙しいんだけど、ただ見てほしい、この画面戻った時見てほしい、 HP がございやせんっていうね。さあどうすんの、この横に出てくるから、ここでここスタンバってる、お早く出てこい、お出てきた、おいよーしゃーいと。さあこっからまたなんとかここでちょっと肉まん出してほしいんだけど、肉まん持ってそうなやつがいねえんだよな、肉まん持ってそうな面したやつが、あこいつかなと思って、こいつもちょっとちげえなと、出ねえんだよ、酒はダメなんだ、飲酒運転になっちゃうから。戦ってるから今で、あの弓を倒したいんだけど、多分今絡みに行くと速攻で殺されるから、おここにちょっといそうないい面したやつがいたわけよ、ここでお前だなと、逃さねえぞと。神経隊長は回復アイテム出すから、よいしょと、これで元気満タンではねえな、まあ、半分、まあ、レギュラー15リッターぐらい入れた感じだなこれ、まあ、とりあえず弓を消しておこうということで、弓を消して、これでも消しても、いっぱいいるんだよ弓が、どうしようもねえ。とりあえずあの両毛部隊はまあなんかうまいこと止まってるから、あそこでまあまあ大丈夫だろうと。長領がね、長領が頑張ってます。あのね、真ん中の陣にずっといると長領が一旦雲隠れするイベント発生するのよ。ほんで孫権軍のなんかとこに強襲して、まあ、孫権軍の士気を下げてくれるっていうイベントがあるんだけど、あれはどうなの、起こした方がいいの、最強モードでは。俺よくわかんないんだけど、基本的に、まあ、難しい以上のモードの味方の援軍、敵本陣近くに現れる援軍ってさ、邪魔でしかないのよ。敵に殺されて敵の士気が上がるだけだから。だからあの合皮新城のさ、義軍シナリオの満朝とかが、満朝宗英が出てくるじゃん、孫権軍の近くに。あんなの邪魔でしかないのよ、ただ単に敵に士気を配ってるだけっていう。で孫権がいい感じに孤立してんのよこいつ、多分友達いねえんだよ。であーべ、登るだ登るだ、これこの差が登ったら負けだからね、こっちの、あ行くっていうね、こっち攻撃してくるのかと思ったら、スルーして上がっていくっていう、こいつ勝ちを分かってる、このゲームの勝ち方分かってんだよこいつ。こういう動きされると困る、 CPU はバカであってもらわないといけないから。こいつはね強いんだよ、また無双乱舞うぜえし、確か地上ヒットだもんなこれ、地上ヒットはマジで怖いから。これあのうまそうなアイテムがあったんで全回復する、いいね、ああこれいったな、もうここで俺は勝ちを確信したね。なんかもうわかんねえ、この方向に持っていったら勝てるっていう、敵がいない方向に、はいおしまいと。長かった、この戦いは長かった、俺はもうつらかったよ、涙が出そうになった、でも頑張って倒した。でよ、まだあんのよこれ、倒すでしょ、でやっとクリアしてゲットする武器があんま強くねえんだよな4武器の方がいいじゃんっていう、そう最後の落とし穴も待ってる、でもいいのよ、一つ武器欄を埋められたっていうのはいいこと。これちょっと微妙でしょ、防御力まずいらないし、まあこうなんか馬もね、まあ、悪かないんだけど、まあ、マストではないじゃない。攻撃範囲、無双増加量、攻撃力、この3つがねマストなの。この3つが入ってると1枠アイテムを減らせるから非常に有利っていう、そういう考え方ですね。はい、ありがとうございました。